田です。はい、OK。ミスった。そんなことある。ちょっと待って、ちょっと。いや。ちょっとね。もうまたなんかやらかしてる感じになってんじゃん。ですね、今から僕とヤス君はですね、台湾の、今から電車乗って9分というところにね、向かいます。もう有名な観光地ですね。はい、ちょっと今からね、もうバッと乗ってバッと向かおうと思います。ヤス君着きましたね。あ、はい、着きました。めっちゃ緊張した。行きたい声かけながら。言ってください。こちらがですね、まあ、9分の方ですね。はい、の近くのなんかルイファンみたいな、っていう駅ですね。はい。ということで今からですね、また、ここからタクシーかバスで、ちょっと移動するという感じになります。はい。はい、タクシー乗りました。はい。こんな感じで。いいね、台湾どこの街もやっぱこのなんて街並みというかさ、そう、駅前とかの雰囲気はやっぱちょっと全部近いね。近いです、ね、うん、原付並んでてそうそんな感じだね、マジでね。今回タクシー乗ったんだけど、あれだね、205元だっけです。めっちゃ安いんだよね。あの日本円で考えたらだって800円いかないぐらいだから、うん、で、9分まで固定なんですよね、うん。まあ、もしかしたら流しのタクシー捕まえた方が安いのかもしれないけど、まあ分かんない、あるかどうか分かんないからね、そもそもね。今回僕は駅から向かってるけど、その場合はどっちかなんですよ、タクシーかバスか、うんうん。でバスは駅からちょっと歩くのとなんかね、結構並んだりとかもするらしいんだよね。あ、うん、でタクシー、まあ、日本人の感覚化したタクシーそんなに高くはないので、日本より全然安いから、多分もう駅から今ここまででもすでにもう日本だったら600円ぐらいで下手したしてるから、とりあえず山の上なんでね。そうです、その9分が、うん、あの歩いてはまあやる人はいないでしょう。はい、9分とりあえず着きました。はい、まあ、この階段上がってきゃいいよみたいな感じで言われたんで行きましょう。めちゃ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 でけえのあるんだけど、なんじゃこれは、なんだこれは、多分有名なんだろう、なんだこれは。9分って場所がすげえっていうのは聞いてたけど、そこに一体何があるのかいまいち下調べしてねえから分かんねえんだこれが。ここの場所の名前は、はい、テロップドン。うわ、はい、ランクした、日本のダイオに託した。これ実はファミリーマートなんですよね。全然そんな感じせえへん。とんでもねえですね。海なんだね、9分って。海近いんだね、知らなかったわ。ね、あれ海か。海でしょ、きっとそうだと思います。すごいよ、結構だいぶ来ましたね。はい、ほんと山にさ、こう立てたんだっていうのがよくわかる、この国家の絵ね、うん。ただの路地裏だからね、これね。オールドストリート。おお、すごい、もう賑わってるな。観光地って感じだね。もう地元の人も来るし、台湾の人も来るし、日本とか他にもいろんな国の観光客がもういるもんね。あ、めちゃめちゃ人いるわ。ちょっと通ってみる、ここね。せっかくだからね。いいね、絵がいい、いいっすね、絵がいい、氷点下みたいな感じで書いてあるんだけど、サボーって書いてあるから、多分お茶屋さんがこの中あるんですよ、この奥に。こんな狭い、ね、階段の登ってった奥に、まあ、ちょろっとなんかね、そう抜けられるようになってるから、真っ暗だからね、怖いな、見落としちゃうよね、来て、ね、知らなかったね。なんかもう本当に狭いところを縫うように道とか通路ガン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 作ってるからさ、あの本当に面白い、迷うんだろうね、知らなかったら、うん。かわいすぎる、そんなの、かわいい。あら、そっち行っちゃうの、あら、恥ずかしいのかな、行っちゃったね。さあ、来ました来ましたよ。
その飴お茶って書いてあるところが、千と千尋のもうモチーフとしてここ一回見とけみたいな感じでね、いろんなところのツアーで書いてあるやつですね。らしいです、はい、9分の中でも特にそれっぽいところ、はい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 、で今その昼間じゃないです か、はい、だから昼間だからこんな感じだけど、夜とかになると要はその中がね照明で、あと提灯とかもつくのかな多分ね。そうそう、それの雰囲気がどうやら、すごくいいと。なるほど、はい、いうことなんで、まあ、今まだ15時とかなんですよ、この辺僕ら来て、はい、今着いたのもね。で昨日の台湾での日の暮れ方考えると、あと2時間半ぐらいすればかな、多分だいぶ暗くなると思うんで、その時にまたこの辺でちょっとフラッと見たいですね。さっきの店なんかフラッと行けるのかなって言って突撃したら行けたね。行けましたね、うん、しかも結構空いてるね。意外と空いてる。そう意外と空いてた。店員さんもなんか一言目が、はい、お茶飲む？そう飲むって言ったら空いてるよって言ってずーってすぐに案内されて上まで来たもんね。はい、でまあ台湾のお茶です。ウーロン茶かな、わかんないけど、はい、あったかいの冷たいのって聞かれたんで、冷たいのってね。もちろん冷たいの、ね、そう、暑いのちょっと今無理だわ。はい、はい、なんかね4つなんかねあれがもらったの。これは黒砂糖のなんか、うん、これが梅干し、はい、なんか甘くしてあるんですよね。甘くしてある梅干し。そうごませんべと落雁ですね。はい、ちょっと飲んでみよう、はい、いやもう上がちょっと坂道がね、うん、アップダウンがあったからさ、喉乾いてたんでね。いただきます。あ、うろん、あ、いいね。普通にうろん茶ですね普通に美味しい。でも美味しい、美味しい、うん、めっちゃいいじゃん、これ夜でも。これはここじゃなくて外側からこっちを見たいからね。まあそうですね、うん、悩ましいとこですよ。ちょっと休憩しましょうか、ここで。そう、休憩して、でまたちょっとフラフラその辺散策しましょうかね。はい、いいね。なんかね、上がってきたところに黒玉出てたんで、ちょっと参加しに来ましたが、多分これですね、ジム、はい、正米球、わかんねえ呼び方、はい、とりあえずやってみよう。人がおらんのでは、うん、俺とヤスのみ、飲む山ヤスのみでございます。やべえ、もうせめて2人ぐらいいないとちょっときついのでは。増えました、人数増えました。はい、あ、よかった。今4人ですね。そうですね、はい、今視聴者さんが今はい、ちょっと知ってくださってる日本のトレーナーさんお二方が今入られました、はい、まさかの黄色4名になりましたね。そうですね人がいっぱいいるんだけどね、プレイヤーさんはやっぱり数は少ない。どうやらね、今16時43分じゃん。どうしようかね。なんか18時のさ、要はレイド、うん、いけるって感じだよね、なんかね。まあ、ちょっと怪しいかもしれない、うん、ちょっと。そうですね、まあ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 頑張ってみるけどね、うん、せっかくね、ここまで登ってきたからね、取りたさあるからね、うん、ああよし始まった、よかった、うん、とりあえず頑張りましょう溶け倒した。ちょっと開けていこうと思います。レッツゴー。どこでしょう。通常からですね、CP も1886というすごい何とも言えないとこですね。さあどうでした。1907。うん、あーでも何とも言えない感じのギラティナでした。はい、レイドちょっと一戦やったじゃないですか。はい、で後ですね、また黒卵がですね近くに出てるんですよ。そうなんですよ。なんで、おあ、これちょっとこの話はいかん、黒卵がちょっと出ているので、はい、やろうかなと、黒卵をね、はい、いう感じなんですけども、なんか僕らさ、朝ごはん食べてからさ、ちょっと時間になってるんですよ、はい、まあ一応結構経ちましたね、だったんで、うん、まあなんか今中途半端なんですけど、17時とかなんで、はい、晩ご飯にしてはちょっと早いけど、まあいいかみたいな、なんかつまもうみたいな。そう、はい、つまみ、まあ、つまむにしてはちょっとだいぶ頼んだけどっていう会をね、おー、来た、やっているんですよ、今。はい、ということで、はい、料理がね、今ね、届いたんですよはい、どっから喋ろうかな、テイク2なんですこれ。ということで、出揃ったのがこちらです、イエーイ、はい、もうちょっと食べたりとか、はい、なぜならテイク2だからです。
紹介していきましょう。小籠包、切り干し大根入りのオムレツ。そうです。ラードご飯、はい、これがですね、ラードご飯ってやばいなと思ったんだけど、あのこっちのローカルフードとして紹介されてたんですよ、はい。まあ、なので、まあ、普通に、まあ、こっちでは食べられてる食べ物です、うん、ということでいただきます。うん、あの、まあ、テイクワンではすごく金がなかった頃の自分を思い出しますと言っていました。そうですね、はい、はい、20歳ぐらいの金がなくて、あの葛飾 の, あの狭い部屋に住んでいた頃の自分を思い出すという、はい、うん、うん、オムレツとしての出来がいい。あ、聞いた、先聞いた、まんまもちょっと言った。いや、普通に美味しい。でも、ね、あの、で、大根なんだって感じ。なんかでも確かにちょっと入っててシャキシャキ感があるから、ふわふわの中にあとお肉もあって、肉の旨味があって、さらにシャキッと感があるからとてもいい。これ家でやりたい。小籠包いきます。イエーイ。これ絶対熱いやつ。絶対熱いやつ。全部聞いた。うん、うん、あの時間が経ったのでもう大丈夫です。それではレイドアワー前のまずニラティナ一戦でございます。すごいですね、19名揃いました。9分ね、人少ないから大丈夫かなと思ってたんですけどね、なんとかなりそうです。さすが、20名いればそりゃ早いぜ。さあ、ニラティナチャーシューピーいくつでしょうか。18台ですね、残念。よし、じゃあ色違いチェックしていこうと思います。せーの、ドーン。よーこいしょ、通常カラーです。ヤス君はどうでしょうか。通常カラーです。はい、さっきのね、ギラティナは残念ながらそんな強くもなく色違いでもなくというね、うん、うん、ちょっとパッとしない感じでしたけども、はい、これからが本番ですから。です。はい、これからなんです。今日はね、9分にて、プレイしましょう。レイドアワーということで、です、うん、あの、まあ、出てる数7なんだけどね。まあでも1時間で結構そのアップダウンがあるから。そうなんですよ。であと人も多いから多分この7個もできない可能性が僕は高いと思ってる、正直。まあそうですね、そうそうそう、全部は無理だと思います、うん、だから効率を考えるとね、早めに降りた方が良かったんだけども、9分はね夜なんですよ。暗くなってからが幻想的っていう風にね、やっぱり言われている観光地なので、それをね見ない手はないですね。です。はい、水曜日とはいえ人が取った方がいいという風に思いましたので、ちょっと滞在してこの後18時から19時の間は9分の、街をね、夜を堪能しつつ、うん、レイドアワーという感じでやっていこうと思います。ただ、あの、今日もうだいぶ取っちゃってるんで、あの、一旦ここでね、このパートは終わると思います。この後はですね、夕方以降、夜が、更けてからの9分&レイドアワーの動画としてちょっと出しますので、よろしくお願いします。はい、はい、それじゃあ今回この辺で終わろうと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。うーんでね Twitter、Instagram でやってますので、よかったらフォローお願いします。それじゃあ、次回の、9分編の動画でお会いしましょう。バイバイ。